ゴミなんかあるかな、絶対あるんだよな。いや俺もリュウジなんかあると思うんだけど、なんか出てこねえな。なんだろう、なんだろうな。まあでもなるほどって俺多分自分で言ってる。あのね、結構あーなるほどって、結構絶対言っちゃう。言ってるかもしれない。なんか上の人とかの話を聞いたりして、うん、言ってるんだよ。でリュウジも多分なるほどって言ってる。マジで俺も多分言ってるっぽいな。うん、まあまあ、そうだね、癖がありますけども、うん、まあここからですね、はい、口癖で性格を紐解くコーナー、うんうんうん、口癖性格判断を、私、今市隆二教授がですね、教授が少しご紹介したいと思います。いつの間に教授になったの？まあ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 ね、まあ、ではでは、はいはい、いくつかご紹介していきたいと思います。はいはい。別にを対応する人、別にね、うん、別になんちゃらみたいな、うんうん、マイペース型でですね、はいはい、協調性に欠けるタイプ理屈っぽく、うん、自分に自信を持っているのでプライドが高い、へおだてに弱いタイプです。へえ。で次、はいはい、まあさっき話も出ましたけど、うん、なるほど、うん、なるほどね、はい、なるほどを対応する人、うん、人の話をよく聞き理解力のあるタイプ、うんうんうん、ただしそう見せているだけの場合もあるので要注意当たってるかもこれ。これ当たってるね。うん、あの結構つなぎに使う時もあるよ ね。なんかその会話してて、うん、あ、まあ持たねえなと思ったら、その人の話聞いた時、ああなるほどそうなんだよなみたいな、うんうん、なるほどなるほどって言ってんだけど、あ、あるわ、言ってるわ俺絶対。友達ともそうだもん。ご飯とか食べてる時も、うん、なんかこうなんとなく会話ないですけども、なんか例えばそのそこまでの会話までに、うん、いや最近こうでさみたいな、うん、最近仕事がこうでさとかさ、うん、こうお互いの話とかいろいろして、うん、でちょっと間が空く時とかに、うん、なんか一言のように俺なるほどねとか言ってなんか言ってるかも今すごいね、場をつなぐってことで、うん、すごい思い出したもん。使ってる多分あれじゃない、つなぐ方のが多いんじゃない。そうそうそうなるほどね、あるよねそういうのみたいなもう興味ないんでしょ、あんま興味ないんでしょ、終わってるんだけど、うん、なんか言っちゃうみたいな。なるほどね、あるわ。あ、今言いましたねこれ。いや今言ったね、これ今言ったね、これもう肝もう興味ない感じですね、もしかしたら。あ、そっちのタイプね。やだねこれ、分かっちゃうとちょっとね。まあまあまあ、でも理解力のあるタイプでもあるので、うんうん、でも本当にね、まあ、こう感心して言うパターンもそれやっぱ多いじゃないですか。まあそうですよね、うん、アドバイスを聞いてね、うん、なるほどじゃあそっちになるように頑張りましょうね。そうですね、はい、なるほどね、はい、というわけで